クラフトによって発表された著作である。ウルストンクラフトは女子に対する教育について、少女の教育に関する論考で、当時としては革新的な立場をとっており、例えばルソーがエミールで男性と女性に異なる教育方針をとることについて批判的であった。ウルストンクラフトにとって教育は男性だけでなく女性にも必要であり、さらに人類が もっと高い道徳性を身につけ、そしてもちろん、もっと幸福になるためには、男女は、同じ原理に基づいて行動しなければならないと、主張する。この主張から展開されているのが、本書、女性の権利の用語であり、女性への社会的な抑圧を撤廃するために、女子への教育を問題として提起する。 ウルストンクラフトはこれまで男性が女性に対して向けてきた愛情の正体が低級なものであり、それは男性が女性の知的な向上を妨げてきたためであったと論じる。ルソーが超愛したテレーズの事例を取り上げながら自分の生活を男性に依存させるような女性の弱さはその場限りで短期的な愛着を生み出すに過ぎないと指摘する。だからこそ、 このような動物的欲求のままに続けられる知的に、低級な恋愛を改善するためには、知性が必要であるとウルストンクラフトは考えた。彼女は、男性と女性が互いに助け合うことが重要であり、男性が、女性の知的発展を妨げれば女性は男性を、堕落させるとして、女性を解放する意義を主張する。 女性を解放するために必要なものは教育であり、ウルストンクラフトは女性に与えられて然るべき知識や特目を列挙することで、従来の国民教育の内容と制度の改革についての理解を求めている。ありがとうございます。